皆さんはじめまして高橋文子と申します学生起業をしインド関連の会社を経営しています私は両親ともに教員という非常に硬い家庭に生まれ育ちましてその反動もあってか反抗期が少し長く学校でも生徒指導に呼ばれるようなちょっぴりやんちゃな子供でした学校も家庭生活もうまくいかず窮屈さを感じていた高2の夏周囲の反対を押し切り1年インドへ 結果、高校を留年することになりましたが、これこそが私の人生にとって大きな転機となりました。現地で面倒を見てくれていたのが、インド人デベロッパー系経営者の方。2017年18年、インドインフラ産業ど真ん中。ビルやモールがおもちゃのようにどんどん立っていく様子を、インドの父の隣でずっと見させてもらいました。そんな彼の口癖が、 16でこんな国に来た君はきっとも物になる。起業しろ。で。インド英語の飛び交う商談に片っ端から私を連れ回し、起業家としてのイロハを教えてくれたのが、そんな彼でした。インドのミニオネアの集まる4,000人規模の結婚式、爆買いするマダムたち、政治家との会合。 お会計を通らず、札束を置いて、殺っそうと店を後にする友人たち。それまで世界のすべてが群馬で完結していた私にとって、自分にとってのかっこいいロールモデルは、お医者さん、銀行員、あとは自分と両親と同じ学校の先生。人生で初めて会った起業家、アントレプレナーという存在が、こんなにも強烈な印象を残していったこともあり、 当時の私は起業家という職業に強固すぎる憧れを抱いたなぁと思い返します。16で起業を決意したものの何かを始める資本もない。当時の持ち物といえば自分の時間とあとは手を動かせることだけ。その時読みあさっていた自己啓発本に書いてあったこれからは影響力の時代を安直に信じ右も左もわからぬまま SNS 発信を始めました。案外これが反響が良く200万回再生。誰に言うわけでもなく実家の一室でひっそりと始めたコンテンツ。携帯の通知が鳴りやまない状況に当時の私は心臓がバクバクだったのを覚えています。これこそが自分で立ち上げた初めての01での成功体験でした。これを火種に群馬でトゥクトゥクをたくさん走らせてみたり、 インドでインフルエンサー活動をしてみたり、はたまたそれを売却したり、うよ曲折ありながら、今は指輪のブランドの運営をしています。これが私の三分バージョンの自己紹介です。私はこの数年間で自分の経歴をポップに、キャッチーに、そして簡潔に語る能力を体得しました。それもそのはずです。だってこれ、2000回目ぐらいですもん。 自分のコンテンツ、自分の生い立ちをコンテンツにしすぎてます。家庭が厳しかったエピソードをしすぎて、最近は両親に申し訳ない気持ちすら湧いてきました。というのも、コンテンツが飽和したくさんの個人が輝いているよう見える今この時代、自分が何者であるかを必死に叫び続けなければ、誰の目にも止まることなく忘れ去られてしまうんじゃないか、なんていうふうに思ってたんです。 一人でも多くの人の目と心にリーチできるよう、たくさんのラベルを身にまといます。そして、わかりやすく、美しく、共感されるストーリーを語る。どんどん慣れていくけど、ずっと必死で不安だったなぁと思い返します。そんなことを言うと、いやでも、こんな場にも登壇して、自己実現して、何言ってるのと思われるかもしれません。でも、誰よりも、 何者かにならねばという焦燥感と向き合い、もがき続けていたのが私自身だと思います。その焦燥感の始まり、それは何だったのかと思い返すと、インド行きを決めた当時の心境に立ち返る気がします。先生の娘として無難を選ぶことがベストな日々。反抗期真っ只中の私は、そんな群馬での普通でいい子な生活に息苦しさを感じていました。 自分の人生に劇的な転機が欲しかったのかというよりもそれさえあれば特別な何者になれるというふうに信じていました。でも残念ながら一番人生の変わりそうなインドから帰ってきてみてもいろんなラベルをつけて活動してみても YouTube から銀の盾をもらってみても私は何者にもなれなかったのでした。 そんな必死だった当時の生活を振り返ってみます。YouTube。いやでも発信活動なんてさすがに特別な人の仕事ではと思う人もいるかもしれません。い,いえ、好きなことで生きていくと言われた YouTube でも私は何者にもなれませんでした。自己表現の場というよりは数字を追い求める世界。数字を伸ばすために何ができるのか。 必死に試行錯誤をする日々でしたア。アナリティクスとにらめっこをし、伸びたコンテンツをひたすらこする。検索ボリュームの多いキーワードを抽出しては企画を考えるのを繰り返し。視聴維持率のグラフが落ちれば、どこでファンの子が離脱しちゃったんだろうなんて血眼になって探し出しました。これはうちのチームで見つけた面白いデータなんですが、 食べ物系のコンテンツ、箸で物を掴んでから口に入れるまでのこの数秒間、なぜか視聴維持率が跳ね上がるんです。もうこのデータを獲得してからは、うちの子、演者全員でゆっくり食べ物を口に運んでみたり、もうお分かりいただけたでしょうか全然好きな子として生きていません。皮肉にも何者かになろうとすればするほど、 オーディエンスと世間に迎合し消費されるピエロとなっていくんです。自分にしかできない仕事って何なんだろう自分らしく生きるって何なんだろうこういう問いがふつふつと湧いてきました。若手起業家の世界に来て、さらにこの問いは強化されたように感じます。なぜあなたがこれをやるんですかあなたでなくてはいけない理由はそう、この世界で言われる、Why Me? ですね。 ビジコンに出ても一番最初に掲げられるのは作りたい世界、ビジョン。華々しくメディアを飾っていくビジョナリーな企業家たち。でも私には本当に何もなかったんです。不思議なことに経験を積めば積むほど、もがけがもがくほど自分にしかできない仕事なんてないんじゃないかというふうにさえ思ってしまうんです。当時は 自分の焦りと葛藤で胸が苦しくなる日々を過ごしていました。ちなみに今私はとっても幸せになりました。ではどうやってこの問題を解決したのか、どんなストーリーがあったのか皆さんにお話ししましょう。と少し前の私なら話していたのかもしれませんが、正直なところここには劇的な天気も。 美しいストーリーも引き上げてくれた誰かの話なんてないんです。ただ、焦燥感に嗅がれながらも、輝く仲間の傍ら、俗でちっぽけな自分が嫌になりながらも、決めた自分との約束だけは守り続けました。平凡な自分の人生を変えたくてインドへ飛び立ちました。思い返せば2ヶ月で24本ワクチンを打ちました。 YouTube を始めれば、毎秒単位で動画,を動画を分析、1日10時間は編集、計200本動画を上げました。日本中を飛び回り、300人以上の在日インド人の方にお会いし、呼ばれれば、インド映画のエキストラだって、なんだってしました。そう。この狂気と執着だけは、フェイクでも何者でもない、本物の私だったんです。 これはボールを壁に投げて帰ってくる感覚をつかむのに近いと思っているのですが、これぐらいの努力値でこれぐらいの成果が帰ってくるという感覚がつかみ始めたんです。小さい成功体験を重ね、見積もりの精度が勝手に上がっていった時、私はもうこれから焦らなくて大丈夫だよと体と慣れで理解した感覚が生じました。 憧れや想像よりはるかに地味でパッとしない過程に蓋をするのではなく目の前のことに丁寧に誠実に向き合ってさえいればいずれ形になると私は思っています結局未だ私には大きなビジョンもありませんし何者にもなれませんでしたでもそんな私が作ったメディアで日本で働く夢を叶えたインド人トゥクトゥクの走る街に 大はししゃぎしてくれた子供た子ち私との遭遇に泣いて喜んでくれたインドのファンの子そんな尊いフィードバックに私は救われましたそうもう何者にもなる必要すらなくなったんです現在私は指輪のブランドの運営をしています領域的に言えばブランドの立ち上げなんてビジネストレンドでは下火ですし正直 勝ち筋が見えてるわけでもありません。全自己資金で一人会社、在庫を抱えるのも正直怖さが勝ります。この時代にメディアでもインターネットでもなく古くから変わらない商売を選んだのは手触り感があって全ての泥臭い過程に自分の体で関われることに何よりも魅力を感じたからです。 こんなにポップで可愛いクリエイティブですが、このリングたち、実は完璧な天然石でもなければ高価な金でもありません。素材はあえて全部ガラス。生まれだってインドの粉人が舞うような小さなガラス工場からです。インターフェースだけではわからない葛藤を抱えた愛するべき人たち。そんな私たちみたいに戦う人の人生がもっと甘くなればいい。 そう思いを込めて、人には人の地獄があるけれど人生をもっとキャンディーのように舐めちゃおうよ戦う人の人生がもっと甘くなりますようにというコピーを作りました皆さん今のうだつの上がらない生活にそわそわした時未来に焦りを感じた時そんな悩みを一瞬で解決してくれるような 圧倒的な回も、美しい展開も、引き上げてくれる誰かもいないんだと思います。人生が変わるはずのインドに飛び出した JK でさえもそう言うんです。地道に一歩ずつ、自分の足で経験を重ねていくしかないと思っています。今日の私のこのスピーチだってそう、この15分でこの場の誰かの人生が変わるなんてことないのかもしれません。 でででもそれでいいんです華やかなメッセージとストーリーが目立つ今この時代本質の地味さを知り受け入れられた時にこそ何かが前に進むと私は信じています。選んだ場所でド派手に避ける今だからこそ置かれた場所で葛藤しながらも咲こうとする努力は美しくもっと評価されるべきことだと私は思います。 戦うみんなの人生がもっと甘くなりますように、ありがとうございました。